と呼んでおりますが、一人で、技を振ることで、体を練っていくという形の鍛錬を行います。新眼流の、柔らが、相手の取り口が基本的に、7か条あります。肩衣、両衣、袖、打ち込み、折り戸、襟戸、大眼、その攻撃を想定して、まず一人で、肩を振ることで、体のさばきや、手足の振り等を、身につけていきます。この素振りの方は、7本の取り口に対して、表箇条、中国、落としという3段階に分かれ、素振り21箇条として、新眼流の独特な形